ですね。自分で直せたらいいんですけどね。でも直す前に気づかなかったりするんですよね。で、周りが気づいてなんか様子がおかしいなと思って、ちょっと仕事を軽くするっていうような時にですね、逆に外されたとかね、仕事をさせてもらえないっていうようなことでますます落ち込むような時があったりするから、本当にこれは周りにとっても難しい問題なんですよね。だからこそみんなで取り組んでいこう、みんなで考えようっていうことがすごく大切なことになるんですよね。心の信号見逃してはダメですよ。メンタルヘルス予防チェック一緒に始めませんか？事例で学ぶメンタルヘルス対策、この本の中にもたくさんヒントになることが書いてあります。ぜひお読みください。なお、お求めは書店でお願いいたします。よろしくお願いします。